願いします。あ、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。結構1年前ではないですかね。そうですね、ちょうどそれぐらい。今年でいいですよね。よろしくお願いします。声優の二木洋次です。お願いします。僕だけオーディションじゃなくて、まあ、他の声優の皆さんはオーディションですけど、僕だけ一応ご指名で受けたので、なので余計なプレッシャーというか。生意気って言われるとね、また終わりですけど、でもそこで戦わないと仕事にはならないので、正直前々作、これカットしてほしいんですけど、前々作だいぶ揉めて、もうスタジオごと俺は何ですか、そのガソリン撒いちゃったんですよね。それぐらいでもぶつかってるし。そもそもの理由を教えていただけますか。はい、あの僕たちとしてもやっぱりこの映画はいいものにしたいし、その造成ですか、それがやっぱり今回の映画には必ず必要だと思ってたんですね。心臓、要はハートです。心臓から声を出せってことなんですよ。あ、見ますか。はい、カメラさん、いいですか。すごいです。いや、恥ずかしい、書き込んでるとこ書き込んでるとこちょっと恥ずかしいですね。結構ソウル便に近いぐらい全部に言ってらっしゃる。僕がちょっと恥ずかしながらなかなか漢字が読めなくて、で言い訳じゃないですけど、留学しててずっと、あの高校1年生の時から高校3年生卒業するまで3年間留学してました。なんでちょっと漢字がね読めないとこもあるので、一応、まあ、念のため振ってるって感じですかね。ニクさん、どちらに留学されてたんですか。僕はシンガポール。はい、もう恋に対してものすごく寛大な国というか、あったかいし、何が言って湿気があるんですよ。なのでもう国自体が加湿器というか、ものすごく声に優しいので、それも含めて僕は3年間ずっとそこで喉に湿度を与えて、それで今の造成ができたといっても過言ではないし。これ見て、お前が取っておいたもの、予約しておいたもの全部を、予約してなかったかのように解約の電話を入れることだ。あと一つが、心細くな時に、頑張りの表でも言ってあげないという攻め方だ。いずれにせよ、お前がとぐろを巻いて、お前がとぐろを巻いて変化を遂げた時に、俺がそれに対しての、了解を、海抜2000メートルの空気感で何がやれるかをお前はまだ知らない、海抜2000メートルの空気を舐めたらやれることになる、そこには、三角コーン。溝豚。サゴ。学校で国体決まった。選手の名前掲げるたやつ、あとはスクラッシュらしいのね。さあ、かあ。いらっしゃる。おはようございます。失礼します。おはようございます。
どうも。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくね。お願いします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 。監督の荒木さん。はい。お願いします。二木洋次です。お願いします。お願いします。小塚さん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。二木洋次です。お願いします。お願いします。ちょっと久しぶりじゃないですか。ちょっと太ったんじゃない。売れていいもん食ってんじゃない。それ絶対はやらない。治ってないんだその癖。まーちゃんです。回りすぎだろ。まーちゃんです。もうしごかれたんで。いや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 。これじゃダメだなと思ってこうなったんですよ。そういうこと言うからみんな信じが怖がっちゃったからやめて。本当に回りすぎだから。おお。荒木監督の方からすいません、ちょっと役の設定とか。はい。今日お願いする、ウトガルド城っていう場所で暴れてる巨人の一人です。はいはいはい。で、まあ、調査兵団、この世界の中で一番強いやつらですね、うん、でそいつらがいるのでやつらを食おうと手を伸ばし、うんうん、しかし、はい、やられる倒れる。なるほど。そうですね、うん、今回演じていただく巨人には知性がないというところをちょっと、うんうん、なるほど、意識していただけると。そうです。前々作だいぶ揉めて、もうスタジオごと俺は何ですか、そのガソリン撒いちゃったんですよね。ガソリン撒いちゃ、それ撒いちゃ、それ撒いちゃ、それ撒いちゃ。たまに僕も夜知性なくなる時ありますけど。監督の前ね、飲み明かしたのかな。うん、もうあれは思い出したくない。もういいから。回りすぎだよ。じゃあ一回声出してこう。はい。はい。です。はい、レコーダースタート。大丈夫？はい、ちょっと待ってください。ちょっと、はいはい。こっちの Q でもいいですか？いいよ。結構造成今効かした感じなんですけど、うん、いや、いい感じ。あ、本当ですか。今のでもいいって監督言ってるけど。あ、大丈夫ですか。うん、何発がいきます。じゃあ、いや、全然こっちはもう OK よ。あ、大丈夫ですか。うん、じゃあ、OK ですか。大丈夫ですか。うん、お疲れさん。はい、お疲れ様です。これでちょっと本当に年が越せるというか、もうここずっと2週間そのことしか考えてなかったので、ありがとうございました。真実を求めた末に知る圧倒的な絶望。これは
命をかけて運命に抗った者たちの物語。巨人多数襲来、ウォールローゼは突破された。僕たちはずっと巨人によって巨人から守られていた。死ぬなユミル。片時も目を離せないアニメーションを超えた超大作。君はこの絶望から何を見るか。劇場版か。私にマフラーを巻いてくれてありがとう。ありがとう。オッケー。ありがとうございます。ありがとうございます。よし。